門別競馬11レースエーデル・ワイス賞1200です能力偏差値ですが B ランク2頭 C ランク3頭のレースとなりますこれから偏差値上位馬の適正分析を指数グラフで解説していきます最後に適正を反映した予想印を公開しますそれでは指数グラフへ切り替えます指数グラフの基本的な見方ですが横軸は日付の時系列 右端が今回のレースとなっています指数は青色の折れ線で表されます黄色線は連帯目安ラインとなりますこの黄色線を上回っていれば高指数と判断できますその他の競争条件も同時にプロットされていますので様々な適正分析が可能です例えば一層前の競争条件を見ていきます距離は紫色の丸です一層前は1400メートルとなります 一角通過順位はオレンジ色の四角です。一層前は2番手となります。着順はピンク色です。一層前は1着となります。枠は緑色です。一層前は1枠となります。馬場状態はグレーです。一層前はやや重馬場となります。開催場は指数の上の数字または漢字です。一層前は中京となります。馬体重変化は黒色です。 それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定200を打っています。3枠3番ミリアッドラブです。能力偏差値はトップで偏差値ランクは b ランクとなります。金5層では前層に黄色線を上回っています。特に前層は黄色線を15上回る優秀な指数をマークしています。能力的にはトップグループの一角で連帯確率は高いです。距離適性を見ていきます。 距離は紫色の丸です。今回は1200メートルとなります。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は、オレンジ色の着順が1着で、紫の丸が1400。1400が適距離ですが、過去1年、1400以下の出走履歴がありません。1200への距離短縮適正は不明でリスクです。展開面を見ていきます。先行力分析シートに切り替えて、一角侵入予想図により、 レース展開予想を解説します。右側の一角侵入予想図ですが、逃げ馬が3頭います。先行タイプが7頭います。この一角侵入予想図の状況からは、ハイペースが予測できます。先行勢の総崩れのリスクを考慮した方がいいです。指数グラフに戻って、この馬の客室を見ていきます。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところを見ていくと、 一層前は2番手からの競馬です。好位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートを見ていきます。先行力は93でトップです。上がり指数は50でトップです。楽に好位につけられる高い先行力を持っています。ハイペースは大きなリスクになりそうで、展開面は若干のプラス評価をしていいです。上適性を見ていきます。指数の上の漢字が開催場を表します。 ここが数字だと当地紋別での出走です。過去1年、地方での出走がありません。地方適性は不明です。上適性はマイナス評価した方がいいです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。8枠13番、ハーフブルーです。能力偏差値は2位で、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、前層、3層前に黄色線を上回っています。能力的には、 トップグループの一角で連体確率は高いです距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと一層前は紫の丸が1200 3層前は紫の丸が1000 1000が適距離ですが1200も守備範囲です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと一層前は花を切っての競馬です三層前は花を切っての競馬です 花を切って逃げが必須のタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は50で4位です。上がり指数は28で5位です。平凡な先行力で逃げられないリスクもあります。ハイペースは大きなリスクになりそうで、展開面は若干のマイナス評価した方がいいです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。5枠6番、アーデルリーベです。能力偏差値は3位で、 偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、2層前に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、連体資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は、紫の丸が1200、1200は適距離です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は花を切っての競馬です。 花を切って逃げが必須のタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は71で2位です。上がり指数は25で7位です。まずまずの先行力で逃げられそうです。ハイペースは大きなリスクになりそうで。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。4枠5番。エイシンマジョリカです。能力偏差値は4位で。 偏差値ランクは C ランクとなります金5層では前層に黄色線を上回っています上がり指数が高評価できるのは3層前は黄色線を2上回っています能力的には2番手グループの一角で連体資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと1層前は紫の丸が1200 2層前は紫の丸が1000 1200は適距離です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと1層前は後ろから2層前は7番手からの競馬です後方からの差し追い込みが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は27で12位です上がり指数は29で4位です平凡な上がり指数で指せないリスクも若干ありますハイペースも味方しそうで 展開面は、若干のプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定罰を打っています。7枠11番、飯出舞姫です。能力偏差値は5位で、偏差値ランクは C ランクとなります。近5層では、2層前に黄色線を上回っています。能力的には、上位馬には一歩劣りますが、連体資格は十分です。距離適性を見ていきます。 指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は紫の丸が12001200は適距離です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は8番手からの競馬です後方からの差し追い込みが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は33で10位です上がり指数は20で13位です上がり指数は評価できません させないリスクがありますハイペースも味方しそうで展開面のリスクは少ないですが大きくは評価できないです次の馬を解説していきます暫定黒の星を打っています六枠九番ワンダーウーマンです能力偏差値は六位で偏差値ランクは D ランクとなります金五層では二層前に黄色線を上回っています能力的には上位馬には一歩劣りますが 連体資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は紫の丸が1200、1200は適距離です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は2番手からの競馬です。後位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は38で7位です。上がり指数は24で10位です。 先行力は全く評価できません。好意につけられない高いリスクがあります。ハイペースは大きなリスクになりそうで、展開面はマイナス評価した方がいいです。次の馬を解説していきます。暫定黒の星を打っています。5枠7番、エターナルウィンドです。能力偏差値は7位で、偏差値ランクは D ランクとなります。金5層では、2層前に黄色線を上回っています。能力的には、 上位馬には一歩劣りますが連体資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は紫の丸が12004層前は紫の丸が1000 1200は適距離です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は花を切っての競馬です4層前は花を切っての競馬です花を切って逃げが必須のタイプです 展開分析シートに切り替えます先行力は48で5位です上がり指数は21で12位です平凡な先行力で逃げられないリスクもありますハイペースは大きなリスクになりそうで展開面は若干のマイナス評価した方がいいです過去1年間の対戦成績を見ていきます暫定20丸を打った3番の対戦成績は有力馬との直接対戦がありません評価対象外です 暫定丸を打った13番の対戦成績は有力馬との直接対戦がありません評価対象外です暫定黒三角を打った6番の対戦成績は有力馬との直接対戦がありません評価対象外です暫定白三角を打った5番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません暫定×を打った11番の対戦成績は有力馬との直接対戦がありません評価対象外です 以上の適正分析を考慮しました。最終の予想印です。本命20丸を打ったのは、3番、ミリアッドラブです。能力偏差値は、トップの B ランクです。距離と、上適性にリスクはありますが、展開を高評価しました。対抗丸を打ったのは、13番、ハーフブルーです。能力偏差値は、2位の B ランクです。展開にリスクはありますが、 枠順を高評価しました黒三角を打ったのは6番アーデルリーベです能力偏差値は3位の C ランクです距離を高評価しました白三角を打ったのは5番エイシンマジョリカです能力偏差値は4位の C ランクです距離と展開を高評価しました×バツを打ったのは11番イーデマイヒメです能力偏差値は 5位の C ランクです。距離と枠順を高評価しました。以上、指数グラフメソッドによる能力、適正予想の例を紹介しました。指数グラフに加え、新聞コメントや調教などの情報も加味すれば、必ず回収率向上につながります。ぜひ、指数グラフメソッドをお試しいただき、ご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです。次に、 全レース公開の PDF に掲載しておりますシンプルグラフを紹介しますそれではシシンンププルルググララフフへ切り替えますシンプルグラフは表示範囲を過去5層に絞り指数グラフより簡易に能力判断適正分析が可能となりなますシンプルグラフの見方ですが過去5層の指数を青色の折れ線で表しています四角の中の数字は着順を表します黄色線は連帯目安で この黄色線を上回っていれば連帯確率が高い指数となります下部にはコース情報を表しています上部にはレース間隔を表していますそれではシンプルグラフにて評価上位馬を解説していきます20丸を打ったのは3枠3番ミリアットラブです過去5層の指数を見ていきます1層前は中強1400にて黄色線を15上回っています次の馬のシンプルグラフへ切り替えます 丸を打ったのは、8枠13番、ハーフブルーです。過去5層の指数を見ていきます。1層前は今回と同条件の門別1200にて、黄色線を5上回っています。2層前は黄色線を18下回っています。3層前は門別線にて、黄色線を10上回っています。4層前は3下回っています。5層前は21下回っています。次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。 黒三角を打ったのは5枠6番アーデルリーベです。過去5層の指数を見ていきます。1層前は黄色線を4下回っています。2層前は今回と同距離の中京離二百1200にて黄色線を6上回っています。3層前は7下回っています。次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。白三角を打ったのは4枠5番エイシン・マジョリカです。過去5層の指数を見ていきます。 1>, 1層前は今回と同条件の紋別1200にて黄色線を4上回っています。2層前は黄色線を4下回っています。3層前は8下回っています。4層前は11下回っています。5層前は14下回っています。次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。×を打ったのは7枠11番、飯出舞姫です。過去5層の指数を見ていきます。 1>, 1層前は黄色線を40に下回っています。2層前は今回と同条件の門別1200にて、黄色線を2上回っています。3層前は3下回っています。以上、偏差値上位場をシンプルグラフで解説してきました。この統一指数によるシンプルグラフは、全レースをノートにて公開しております。全場のグラフを1ページに配置し、一覧性を高めております。全レースの PDF の入手先は、 この動画の注釈にリンクがありますので、ぜひご利用ください。最後に、ノートにて公開しております。全女全レースの指数グラフ PDF をご紹介いたします。ノートの URL はこの動画の説明文に記載しておりますので、ぜひご利用ください。このシートは、過去5層の出走履歴と統一指数を一般的な馬柱にて表示したものです。次のシートです。 このシートは動画で紹介しております指数グラフの各場の一覧です過去1年の出走履歴と指数をプロットしているフルバージョンの指数グラフとなります次のシートですこのシートは過去5層に絞ったシンプルグラフとなりますまずはこのシンプルグラフでの能力判断から始めてみてはいかがでしょうか次のシートですこのシートでは上部の表はレース予想動画でも紹介しております 適正分析後の評価一覧となります。指数グラフから読み取れる各種適性について表示しております。下部の表は展開分析のデータとなる各馬の先行力とその順位各馬の上がり指数とその順位となります。右隣は一角通過予想図となります。次のシートです。このシートは推奨レースの動画紹介しております。全レースの本命馬について勝利確率。 推奨ランク適正と能力比較ごみの推奨リスクを表示しておりますこの推奨リスクを参考に馬券戦略を練ってみてはいかがでしょうか